今日はね、マジでやべえよみんな。恐竜ってだけでもさ、すげえ興奮すんじゃん。やっぱ俺らはさ、興奮すんじゃん男はさ。でもね、しかしながら、見えるんだよね。内臓が、骨が、恐竜の、まあこれブラキオサウルスなんだけど、ブラキオサウルスの、うわ、解剖ですわ。めっちゃドキドキした。しかもすごいでかいんだよね。完成図はこんな感じになるんだけど、半分、透けて見えている。うわ、インビズボーですわ。商品名は 4D ビジョンブラキオサウルスってやつで、いろんな内臓がね、入っているんですわ、こんな。うわぁ、すげぇ、ぐちゃぐちゃになっている。やっぱ恐竜のさ、中身に限らず、人間、まあ俺らもそうだけど、普段さ、全然表面だけしか見てないじゃん。まあ筋肉鍛えて表面のさ、筋肉を見て大胸筋を見てニヤニヤしてんじゃん。でもさ、中身のことを考えると、なんかワクワクするよね。準備はいいかみんな。行くぜ。ザンダスケン、スラッシュ。いや、ほんとこれだけやりたいんだよね、毎回。マジごめん。ちょっと待てよ、これでかすぎんな。こっち側から引っ張った方がいいのかな。うお、でけえでけえ、何この重量。みんな見てこの迫力。え、なんかうまそうなんだけど、ちょっと待って、やべ。なんかうまそうなんだけど、どうしよう。何このうまそうな感じ。素晴らしいわ。ちゃんとね、小さい解説書みたいのも入ってる。おお、うわ、ブラキオサウルスってこんなでかいんだよ、みんな。やばくない？え、こんなもんがさ、昔の地球にいたって考えたらやべえ。めっちゃの、人間なんてちっぽけだよね、これ。うわ、ジュラシックパークできねえから、これ見たくない？本物見たいよね。いや、ほんと、ちびるだろうな、こんなにしてほしい。すげえでっけえな。なんか、ドキドキするんだけど、やっぱ人間の中身もそうだけど、動物、生き物の中身ってさ、こうなってるじゃん。骨があって、内臓があってって。なんか神秘だよね。すごいよな。まあ、俺らもいつか死ぬのか。なんかこういう内臓とか、骨とか見ると、自分も生物って、な、改めて、なんか感じて、いつか死ぬんだなって思わない。なんか、ね、切ない気持ちになるよね。いつか死ぬのか。しかしその死ぬ瞬間まで、楽しくね、精一杯生きてみようと思います。いや、俺何言ってんだ。まあ、とりあえず、組み立てていきまするか。まず、これが基本となる一番外側の、まあ、外骨格。まあ、外骨格じゃないけど、一番外側のパーツ。うわぁ、このさ、たるみ具合もいいね。本物みたいだわ。そして左半分は透明っていうね、中身が丸見えです。丸見えよっちゃんですわ。一応ね、説明書はついてるんだけれども、最初はさ、見ないで作ってみたくない。どんな感じになるのかっていう。まあ、でも背骨、ベースにして、こうやって肋骨でしょ、これ。やっていけば多分できると。おー、入った。めっちゃ興奮する。やっぱ楽しいね、こういうパズル系ね。4D パズルとか昔から結構やってるんだけど、やっぱ楽しいな。これで多分合ってるよね。よし、おー、できたよ、ベース。これが基本となる。あー、そっかそっか。やっぱ内臓作ってから、こう、入れて、ドビュッシーして、からの方がいいね。じゃないと、これ多分つくんでしょ？いろいろ。じゃないと作れないもんね。でも、尻尾はつけていいんじゃないかしら、これ。尻尾はつけていいんじゃないかしら。じゃあ、まぁ、ちょっと内臓からやっていきましょうか。まず、肺だよね。肺がここにつくんだと思うんだけど、これ心臓じゃん、これ、心臓。心臓があって、肺があると。これは人間と変わんないんだね。心臓の横に肺。うわ、すげえ綺麗な肺だな。タバコ吸ってねえな、こいつ。めちゃめちゃ綺麗じゃん。心臓的な向きは、まあ、間違ってたら入んないと思うし、多分こうだよね。ここに。うわ、入った。こうだ、こうだ。で、心臓を包み込むんだよね、肺で。うわ、めっちゃ楽しい。ちょっと待って。これすげえ楽しい、みんな。やばい。で、こんな感じ。守られております。合ってるよね。そして、うわ、綺麗な肺だ。なんかもう、うまそう。なんか、やべえな。うまそうって感じない？なんか。で、次は多分形的にこれがここにカプリスって、これなんだこれ？これ何これ？これなんだと思う？何よ？肺の下にある、でかい臓器。なんだこれ？横隔膜かな？あ、でも横隔膜じゃねえか。肺の下にあるんでしょ？これなんだこれ？なんだこれ？わからんけど、まあこの辺に多分カプリスってつくんだと思う。あ、でも、肝臓かなこれ？形的に。これ何これ？これ脳みそじゃねえのこれ。ね、これ脳みそじゃ、あ、腸か。これ、まあ、後でちょっと見てみようと思うけど。多分腸。これは何これ、メロン、キャベツ。これグリーン塗ったらキャベツじゃん、これ。え、これマジキャベツじゃない、なんだこれ。たまたまかな、これ。金玉っぽくね。でね、これもわからんわ。なんだこれ。全く想像がつかん。え、みんなわかる？これだけで。これだけ見てみんなわかる？これ。こういうのとか。いや、これは医者目指してる医学生とかならわかりそうだよね。俺全然わからんわ。多分、これがこう、カッてつく。まあ、ないんだけどね。カチャッてはまるとこはないんだけど、こうつくと考えまして、これをベースに、
まあ形で考えるのかな、多分こう、これ何、これキャベツ、このキャベツを多分こう入れるんだと思う。あ、こうじゃない、ほらキャベツ。あ、でもこれ肝臓だとしたら胃かな、これ一服ね、ちょっとこうだよね、多分ね、こう入るんだよね、肝臓に包み込まれるキャベツ。そしてその下に多分何くんだろうな、これ。でも形、まあ形的に分かりやすいんだけど、こういう風になるのかな。あ、でも穴がある。どっち上なんだろう。あ、まあでも形的にさ、穴が上に、管が こういうことかな。つうことは下に来るってことだよね、きっとね。うわ、やべえ、なんか頭良くなる感じする。ドクターハウスになってきるんだわドクターハウスになってこうだよね、多分ね、おそらく。はい、多分肝臓ね、後で見るけど、肝臓で、これキャベツ、キャベツ、そして脳みそ、まあ腸か腸脳みそって言っちゃうな脳みそみたいじゃない。で次どうすんだろう。でこれとかつきそうな感じするんだよね、ここに。ほら、一石に多分さ、こうだよね。形的に、あ、こうか、こうはめるのかな、こうか。おお、あ、やっぱこれ金玉じゃない、これ多分。あ、でも金玉じゃないか、腸の下にすぐ金玉難しいなみんな先生教えてください、先生。で多分穴がもう入るの、これしかないから、これなんだよね。これ何者だよこいつ。でも穴的にほら絶対そうでしょ、形的に。ここにドビュッシー、あー完成、内臓こうだわ。そしてこれを、やっぱやっちまったか、順番間違ったわ。しかもこれ取れちゃうんだよね、すぐね押さえてないと一回外すね、一回外して完璧だよね、合ってるよね、合ってるよね、絶対合ってるよね。怖いな、間違ってたら。まあ、取ればいいのか。いきます。あー、カプリス、やばい、緊張の、緊張の一瞬。めっちゃ緊張する。うわ、これ楽しいな。自分で恐竜をなんか作ってるみたいな感じする。恐竜を想像している。硬い、めっちゃ硬いけど、多分これで合ってると。あ、やべえ、骨入ってない。ここに入れるのか。あぶね、ミスった。で、大丈夫かな。おー、詰まってる感、すごい。めっちゃ詰まってる感が。俺が作ったんだぜ、この恐竜は。俺が想像しているんだって考えたら、なんかすごい興奮する。わあ、できたできた、内臓合ってるよね、これ。でも、綺麗にはまってるから多分合ってると思う。待ち合わせたらね、後で直すわ、ごめん。で、次は、これがね、穴の形合ってるから、こう入るんだと思う。で、この穴に合う形のこの突起を見つけまするとこうなるはずなんだよね。でもって反対も同じように足をはめていきまして、ここにドビュッシーとはめますると、うわあ、すげえ完成、絶対合ってるわ。うお、内臓詰まってる。もつだわ、今日もつ鍋パーティーや。めっちゃおそ、うわ、これすげえな。もうこの時点で立つよみんな見て、すげえ、ブラキオサウルス超でかい、内臓が見えている。もうここまで来たら楽勝だよね、あとね。で、またすることは同じなんだけど、穴の形を見て入る突起を探し、はめ込む。穴と突起が同じ形のやつを選び出し、はめ込む。反対側も同じようにはめ込んでいきまして、足が、前足がね、完成。合ってるよね、そう、突起のね、あの形が違うから多分分かると思うんだよね、入んないと思うし。おお、できたー、こうだね、こうだね。普通に余った、何これマジ普通に余った。これはちょっと説明書見ないと分かんないかもしれない。この骨何これ、これどこにはまんのこれ。この辺にか、なんか骨盤っぽくない、骨盤ガンってはまりそうなんだけど、どこだ、分からんぞ。ちょっと待って、説明書見ようかなと思ったけど、ここじゃないこれ。あ、これ胸骨か、これ胸の骨だよね、きっとね。この内臓、肺とさ、心臓を守る。あ、はい、分かった分かった、ここだ絶対。うわ、最初にはめれよかったな、ここ。失敗した、入るかな今でも。外さ、あ、でも入るわ、簡単に。ラッキー、すげえ、みんなできてきたよこれ。そして最後に、あとはもうカバーはめるだけでしょ。あ、足入れるんだな、これ。スポリー、お出かけしますわ。入んねえな、ちょっと待ってくれ。待って。入んねえ。合ってるよね、これ。はい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 。これ外すの、だって最初からついてたんだもん、だって。外すのね。いや、ここはね、人間と猿の違いですよ。人間は気づくからね。猿絶対気づかない。ずっと一日中こうやってやってるよ。もう入んねえな、みたいな。これが人間様ですよ。いきます。いや、わかんないけどね。俺、猿以下かもしんないけど。おー、できた、できた、こうだね、こうだね、合ってるよね。そして外したカバー、足のカバーをパチリスト。でもてもて、後ろの方も、後ろ足の方もパチリストはめて、オッケー、できました。足のカバーが入った。うわ、すげえ、めっちゃ楽しいこれ。みんなこれ、やばい、すげえ楽しい
思ってたよりもすごく楽しいんだけど、やばい、どうしよう、ワクワクがする。で、最初にこのカバーをはめるんだと思うんだよね。だから、あー、やべえ、そっか、あ、いいんだよね、順番的にはいいんだよね。足だってね、はまんないもんね、これはめてからじゃないとね。だから順番的には間違ってないとは思う。そしてここにカプリスってはめれば、おほほほほほ、はまった。やばい、綺麗にはまった。で、この尻尾はさ、多分こうスルリンって入れていいのかな。スルリンって入る？あー、入んないな、入んない。これ最初からついてたけど、多分取るんだわ。一応ね、ここに引っかかるとこがあるから、わかるかな、ここにパチリスってはめるんだ、こうやって。よっしゃ、これで綺麗にはまったよね。やっとできた、すげえ苦戦した。最後のカバーがはまんなくて、うわー、完成しました。皆さん見てください、僕のブラキオサウルスでけ、めちゃめちゃでけ、全部入んねえ。うわー、かっこいい。ちょっと待って、すっげえかっけ。あのね、反対から見たらさ、普通の、うわー、半分になってるわ。半分になってる。センターマンじゃねえか。センターマンで、これセンターマン。こっから見るとね、こっち側から見ると、おー、ブラキオサウルス、かっこいい模型っすな、ってなるじゃん。いや、これかっこいいっすな。んと。なにこれ、ちょっと透明になってるみたいな。まさか、もしや、くるりんぱ、ほほほほ。まさかの透明インビズボー。みなさん、インビジブルっていう映画知ってる？俺、子供の頃見た、あの、透明人間の映画なんだけど、あれ、あの映画ね、ゴリラが透明になるシーンがあって、あの、家庭でね、血管とか内臓が見えるの、すげえトラウマなんだけど、あれからちょっとね、内臓とかに興味が出始めたんだよね。わ、すげえなと。生物の体ってこうなってるのか、すげえ。半分見えるってたまんなくない？これ。しかも、組み立てるのもすごく楽しい。っていうか、説明書見なくてもいけたわ。あの、見ない方が楽しいと思う。見て作るよりも、一応あるんだけど、見ないでやった方がね、自分で想像してこうなってんのかなみたいな、こうかなみたいな考えながらやった方がすごく楽しい。でーけー。何このデカさ。ブラキオサウルス、私のブラキオサウルス、台座に載せましょう。うわ、すごいわ、このシリーズ。俺、このシリーズ、コンプするわ。あの、他にもたくさんあるんだけど、このシリーズ楽しい。あの、人間のやつも欲しいし、恐竜のやつとか、いろいろあったから、ゲットしてくる。これ飾りたい。部屋に飾ろう、たくさん。そして、内臓のチェックしようか。まずはスカル。これはわかるよね。見たまんまでわかるもんね。で、ネックに、ティースに、アイズに、ハートに、ラング。ラングは肺ね。肺ね。そして、スタマックに、あ、インテスティンズか。あの、インテスティンっていうのは腸のこと。腸で、大腸がラージインテスティンで、小腸がスモールインテスティンってつくんだよね。これ、おぉ、金玉だと思ってたのに。オーバリー。オーバリーだからね、卵巣。オーバリー。マジか。オーバリー was an organ which produced。これ金玉じゃないんだってことは、女の子じゃん、この子。やっぱりそうだったよ。肝臓だった。リバー。リバーだから肝臓だね。お、川のリバーじゃなくて、こっちは肝臓のリバー。で、スケルトン、テール。まあ、見てわかるとこはいいよね。尻尾とかさ、全身の骨とか。でも、わかんないところは書いてくれないとわかんないよね、これはね。あれ？足んなくね？これ、裏に書いてある。あのさ、ちっちゃいのもあったじゃん、血管みたいな。あれ？書いてねえ。これ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 。これ何これ？これないよね。え、なんで？やった、よかった、書いてあった。これ書いてなかったら俺わかんなかったわ。これはね、キンニーズってことで、腎臓だね。腎臓、そっか、二つあるもんね。腎臓だ。そういうことが、よかった、書いてあって。わぁ、すげえ、かっこいい。できました、ブラキオサウルス。みんなもぜひ、買って作ってみて。半端ないよ、この迫力。ちょっとね、こういう、おー、いいな、やっぱいいわ。これ、ライトアップして飾ってたらめっちゃモテない。彼女部屋に呼んでさ、こんなの飾ってあったらめっちゃ、あ、気持ち悪がられるかな、逆に。やべ、でも俺はこれモテると思うよ。めちゃめちゃいいわ。半分スケルトン、半分さ、見えてるのがいいよね。スケルトンが。素晴らしい。ありがとうございます。ブラキオサウルスでした。よっしゃ、ということで今回は半分透明になっているブラキオサウルスのレビュー動画でした。みんなもぜひね、ぜひ買ってみて、このシリーズを。本当にかっこいいし、作るの楽しいし、いや、もう一回分解して作りたいもんね。今度は説明書見ながらやってみようかな。合ってるかどうか。そうだ、そうだね。合ってる、一応入ったけど、内臓ね、収まったけど、間違ってるかもしんないから、後でちょっと確認してみて、うん、やってみようと思う。まあ、合ってると思う。入ったからちゃんとね、みんなもぜひやってみてください。じゃあまた次の動画で、次はね、人間やろうと思ってるから、人間の半分透明のやつでお会いしましょう。